インディゴレンダラーを使用した普遍レンダーの例普遍レンダリングとは、コンピュータグラフィックにおいて放射輝度の近似に系統誤差、または偏りを導入しないレンダリング手法を指す。そのため、この手法は他のレンダリング手法の比較用リファレンス画像を生成するためによく使用される。数学的に言えば、普遍推定量の期待値はいくつの測定も常に、 母集団の平均となるものである。普遍レンダリングで見つかる誤差は、公衆波ノイズとして、結果の画像に現れる分散に近するはずである。N 個の標本値群に対して、分散は N で減り、標準偏差は N で減る。つまりこれは、誤差の標準偏差を半減するために、4倍に等しい標本値群が必要となることを意味する。このため、リアルタイム、または、 インタラクティブ速度のアプリケーションでは普遍レンダリング手法があまり魅力的とはならない。反対にスムーズでノイズなく出る普遍レンダラーによって生成された画像は確率的に正しいものである。他方非普遍レンダリング手法は必ずしも間違っているとは限らず推定が一致であれば正しい回に収束しうる。しかしながら分散を減らすため大抵はぼかしの形で 一定の偏り誤差が導入される。偏りのない手法では、すべての取り得るパスを考慮できないことに留意することが重要である。パストレーシングでは、天候源に直接反射される経路を無作為で生成するということがとても起こりにくいので、天候源から生成されたコースティックスを一致して処理することはできない。プログレッシブフォートンマッピングは、皮膚片レンダリング手法であり、 コースティックスを非常にうまく処理することが可能である。偏りはあるものの、ppm は明白に一致である。それはつまり、サンプル数が無限になると、偏り誤差がゼロとなり、推定値の正しい確率が1となることを意味する。普遍レンダリング手法は以下を含む。ありがとうございます。